ミニマリストのですね、大掃除は、まあ普通の掃除だったっていう。おはようございます。どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今ですね、朝の5時47分です。100% 目が切ってないんですけど、まあちょっとなんで今日こんな早く起きたかっていうと、今日はですね、大掃除をするからです。イエイ。まあもちろんですね、家の大きさだったり家族構成によってその大掃除のレベルっていうのは思いっきり変わってくると思います。まあ僕はですね、もちろん実家に帰ったらその家族での大掃除っていうのはやります。でもこの家じゃなくて、その前に住んでいたところも、その前に住んでいたところも、年末にですね、大掃除というものをしたことがありません。で、どういうことなのかっていうのをですね、この動画でちょっとシェアをさせていただきます。で、実際に大掃除をする前に、そのミニマリストの大掃除に対する考え方みたいなのをですね、ちょっと3つだけシェアさせてください。物を断捨離して、で、もう部屋をきれいな空間、まあカラーンとした空間にすると、なんかですね、無性にそれを保ちたくなるんです。日頃から掃除をしているので、大掃除の期間になったからといって、なんかこう大掃除をしなきゃいけないっていう感覚はですね、まあ一切ないわけです。で、まあこれは僕の場合かもしれないんですけど、そのカビに関しても僕はですね、常日頃生やさないようにしています。生やさないように、生えないようにしています。まあ後でちょっとお見せしますけども、カビの生えそうなところにもうすでにカビキラーをしちゃうっていう、まあそういうことです。なので大掃除の期間、よくなんかしつこいカビとか、やっぱこうゴシゴシ取るみたいなありますけど、ああいうことはですね、もうする必要もないと。なので僕の場合ですね、大掃除イコール日頃の掃除プラスアルファみたいな感じです。じゃあそのアルファって何かっていうと、僕の場合は日頃はフィルターまでは掃除していないので、まあフィルターを掃除したりとか、あとはまあこういうせっかくの、まあ、大掃除っていう名目で、まあ、断捨離をちょっとやっ最後の断捨離をやっちゃおうみたいな、まあ、そういうノリです。まあ、なのでその僕の場合ですね、その大掃除っていう、まあ、今日何やるかっていうと、一つはホコリを取ったりとか、あとはそのカビキラーをかけたりとかをします。で、二つ目はですね、日頃やっていないフィルター周りを掃除します。で、三つ目ですね、断捨離をします。ということで、やっていきましょう。はい、ホコリ取りの工程が終わりましたので、次は汚れ取りの工程に移ります。ちなみにこれは100均で買ってきた手ぬぐいです。こうやって何回か切り分けることによって、コスパのいい掃除ができます。で、僕はですね、この汚れを取るときにはこの消毒用エタノールを使います。ついでにですね、この台所にあったこの矯正の器具も一緒に掃除してみたいと思います。はい、こんな感じでシュワシュワしてきます。で、まあ、今からですね、その汚れを取ったりとか、そのカビキラーをかけるそのメインの場所になるんですけど、まあ、ちょっとですね、場所がダサいんですね。どこかっていうとですね、僕ん家の場合はそのユニットバスです。そう、ユニットバスなんですよ。トイレとバスが一緒になってるっていうあれですね。
この動画を見てるあなたにですね、ちょっとでもやっぱり気持ちがこうホワッとなってほしいので、なんかこうインスタ映えとか YouTube 映えっていうのを気にするわけなんですけど、その僕んちのですねユニットバスを見せたところで、誰が喜ぶのっていうふうに思うので、今からですねもう言っときます。僕んちのユニットバスはクソダサいです。あ、別にあのこの家をディスってるわけじゃないんですけど、まあ、ただその気持ちがこうあ綺麗とかすごい最新的とかそういうんじゃないんで、はい、まあ、そこだけちょっとご認識をお聞きください。その今回がですねユニットバスを見せる最初で最後の動画になると思うんですけど、こんな感じでですね、どうですか、汚れはありますでしょうか。はい、まあ、普段からですね、換気をしたりとか、掃除をしているのでこういうホコリもありませんし、カビもありません。はい、なんかこうぬめりとかも一切ないです。トイレもですね、まあ、毎日ほぼ毎日掃除をしているので、はい、こんな感じで、なんかあの昨日引っ越してきたんですかっていうぐらいですね綺麗を保っています。で、唯一ですねここがやっぱなんかちょっとこうカビが発生しやすいので、ここはですね本当にもう毎日注意深くカビキラーをしないといけない場所なので、まあ唯一すると言ったら、まあ、ここぐらいかなっていう感じです。はい、OK です。はい、で今からですね、この雑巾とエタノールを使って、この床の部分を、きれいにしていきます。で、コロコロ使ってもいいかなと思ったんですけど、この床がデコボコしているのでコロコロがちょっと使いにくいと。でもちゃんとホコリは溜まっていて、汚れもあるので、まあ、この雑巾とエタノールでもうきれいにしちゃおうってことですね。はい、これでもうバッチリ綺麗になりました。これでホコリと汚れとカビとぬめりの掃除が終わりました。はい、今からですねこのフィルター系の掃除をしていきたいと思います。これはどうやって掃除するんでしょう。物置から取説を引っ張ってきたんですけど、あのエアコンのですね取説が見当たらないです。あれどうしようかな。来ました。はいはいはい、見てください、めっちゃ綺麗めっちゃ綺麗。あ、でも一応なんとなくホコリはありますね。はい、パンパンしただけでホコリが完全に取れてめちゃくちゃ綺麗になりました。へえ。はい、次はここですね。そうなってんのね。だいぶですね、年季が入ってます。おお、なかなかヘビーな汚れがついてますね。はい、OK です。ホコリも取って、汚れも取って、カビも取って、ぬめりも取って、で、普段掃除しないフィルター系も掃除して、あと残すは断捨離です。はい、で、この椅子に関してはですね、もう新しい椅子が届いているので、これは断捨離します。で、これどうしよっかな、これまだ役に立ってるし、インテリアこのムード作りに役立ってるし、特に床面積を取っちゃってるわけではないし、まあこれはこのままでいいと思います。で、この本ですね、今ちょっと女性と男性の違いについて、まあ、学んでいたんですけど、ちょっとまあ読み終わったのといらない本があるので、まあでもこれ、
この6冊がですね、非常に良かったです。この右の3冊が経験から書かれた本になります。これ漫画形式なんですけど、女性というものをよく分かりました。はい、学校では絶対教えてくれないです、こんな。これもですね、夫婦を、学べる、他人の失敗から学べましたね。はい、でこれがですね、心理学者でジョイが書いた本なんですけど、これもですね、論理的にしかも分かりやすく書いてあるので、すごく、理解が深まりました。ちょっとこれからも読みたいので、 Kindle 版を探してあったら、これらは断捨離しようかなっていうふうに思います。でこれはですね、ちょっといまいちというか、テクニックに頼ったなんか喋り方だったので、僕には合わなかったなっていう感じですね。はい、なのでこれらは今日断捨離しちゃいたいと思います。はい、冷蔵庫も特に断捨離するものはありません。の上の冷凍庫も断捨離、はい、今回ですね、捨てるものはこれだけですね。日頃から物を入れないのもありますし、普段からこう気になったらちょっとずつ捨てるようにもしてるので、はい、もう楽です。ありがとね、バイバイ。あ、すみません、買い取りお願いします。はい、80円の私です。はい、ありがとうございます。あれだけのままします。はい、ということでですね、2017年の括弧大掃除が終わりました。でも普段から埃のない部屋を心がけているので、フィルターもそんなに埃がかぶっちゃったりとかもしませんでしたし、普段からですね、お風呂場はカビないように気を使っていたので、乾燥機もそこまでカビてなかったっていう感じだと思います。はい、普段からこう綺麗をキープすることによって、大掃除はかなり楽になるということが、僕自身ですね、ここ3、4年通して感じています。タイトルに大掃除ってあったら、ちょっとやっぱこうがっつりなんか思いっきり汚いものを思いっきり綺麗にして、はぁすっきりしたみたいな、そういう動画をもしかしたら期待していたかもしれませんけども、ミニマリストのですね、大掃除は普通の掃除だったっていう感じですね。はい、僕自身ですね、なんか地味な動画だなって思ってたんですけど、でもこれが事実なので、はい、包み隠さずお見せしたつもりです。はい、もしですね、この動画がちょっとでも面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。実家に帰ったら結局大掃除をするわけなんで、また大変な思いをするわけなんですけども、はい、皆さんも僕と一緒に大掃除頑張りましょう。ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。